早速その VR 体験レッスンですね。はい、はい、じゃあ僕ら応援してるからね。はい、はい、応援しましょう。お願いします。はい、いやこれ1回目もねやったんですけど、やっぱすごかったですね。これ僕が今見てるのが画面とかに映ってたり。まだね映ってない。 あ、映った。あ、今映りましたね。これほらこういう感じでどこ見てもこのダイブの世界の中に入ってるような。これどこなの？これえあの MDC のプールじゃないですか。 MDC なんだね。いつも練習してるやつですかね。ああ、後ろ向いても、おお、ぼう、お、こ、あれ、なんもないよ。こういう感じ、あれ、こういう感じで、うん、はいはい。なんか僕よく立ちくらみ見たくなるんですけど、大丈夫かな？それ以上は後ろに行かない。後ろ危ないぞ。それ以上は後ろに行かない。そうそうそう、そうよそうよ。でも足アントのマークがここにあるんですよ。はい。そこだと。ここに立つ。ね、すごいでしょこれ。ここから始まりますからね、皆さんね。はい、お、来た来た来た。これがコンクリートドラゴンですよ、はい、皆さん。はい。宮城の。そして登る。登りの。さらに。飛びの。早い、心の準備。立ちの。ダイブ。VR レッスン。カジーノ。カジーノ。カジーノしゃべり。しゃべり。今の。そのうち突ぎそうで怖いんですけどね。トモキ。ねえ、危ない危ない。10メートルの飛び込み台、思ったより高いでしょ。チャイチーだな、トモキ。飛び込みは初めて。怖い怖い。緊張するよね。そうだね。でも大丈夫、きっと楽しいから。うん、心配しないで。ややこしい。僕が見守ってる。あ、お、見たトモキのところを。さあ、まあやるよ、ね、飛び込み台からダイブしてみて。まあやるよ、ね、VR の可能性ですね。可能性を探して、ね、そういう楽しみ方もできるんですね。ちゃんとほら、トモキが目で追ってくれるんですよ。ああ、お前から目を離さない。トモキもね、まんざらでもないの。近い近い。ちょっと待って、僕が近寄るとトモキちょっと反るんですよ。引いた嫌がんなよ。あ、都合よく何か言ってくれないんですね。さあ、もうこれ準備いいのかな。こういう感じですよ。ちょっと下見て、下下。ああ、ここね。うわ、どうしたの。あ、君なら飛べるよ。うん、うん、頑張る。じゃあ、いいですか。行きましょう。行きますよ。怖っ。これ、大丈夫ですよね。前ありますよね。現実世界ではありますよね。相当大、相当大丈夫だから。杉田がいるかもしれないけど大丈夫。杉田さんがいるんですか。柔らかいから大丈夫。いや、あの野球盤みたいに急に開くかもしれないから。超怖いじゃないですか。いきます。どうしたの。あ、ちょ、あ、トモキ。あ、トモキ。よく来たな。誰だ。水中へようこそ。お前は誰だ。俺の名前はアトランティス。アトランティス。お前を殺す。もうダメだろ、世界観。ダイブにアトランティスっていました。敵キャラとかいましたっけ。え、そしてなんか飛ぶ瞬間にトモキが声かけてきて動揺したんですけど、なんか上見ろって言ってんじゃない。あ、おお、すごいすごい。あ、え、え、やば、ちょっとトモキ。あ、来た。おお、すげえすげえ。そして時はうアトランティス。アトランティスやられた。あいつのダイブめっちゃ鋭い。気持ちよかったでしょ。アトランティスは痛そうだったよ。君と一緒に飛び込めて今日は楽しかった。僕も。同じ声だろ。このさ、そう、君も飛び込み好きになったでしょ。そうだね。また来てくれるといいな。うん、じゃあ、うん、待ってるから。どっちだよ、ねえ、なんだろう、なんだろう。あ、バイバイ。あ、バイバイ、またね。なるほど、終わった、はい、さあ、というわけで、はい、はい、VR レッスン終了でございますけれども、いやこれね、1回目もそうなんですけど、没入して外してこんだけ大人数に見られると恥ずかしさがすごいですね。ずっと見てましたからね、我々は。姿を今見られてたと思いますけど、LINE ライブの皆さんにもね、この模様はお伝え、どういう風に映って、ね、確かにそうですね、爆笑爆笑だったんじゃないですか、もう、ね、その辺の感想も気になるところですけど、すごかったでしょう。あれが皆さんね、あのご自分でも体感できるということです。そういうことです、あの、はい、トモキとダイブする VR、 7月7日金曜日ですね、埼玉県のイオンレイクタウン森 VR センターにて